はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第64回闘技場6日目です。昨日まで成績が、15勝0敗ですね。順位が 14,984 です。行きましょうか。結構ね、あーいいね、戦闘力的には高いけど、あーマームがちょっと気になるけどね。戦闘力高いな、あれで25いく、あーいいね、あーいいね、ここにしよう。眠りくんがいるから、なぜなら眠りくんがいるからです。いや状態上いいね。で来週はサンダーバード使っていきたいな。はい、対戦よろしくお願いします。で麻痺取る確率が ごくまれだったっけ、なんかそういうやつだからね、あんまり当てにできないかもしれないけど、あの身代わりじゃない、三河橋だ、三河橋の方がね魅力的すぎる、あれの方がね。眠り、多分眠り半減か、こっちは眠り等倍か、これね困ったね、困ったね、どうしようかな。烈進撃真ん中来る、でこっちはあー来るな来るな、ドゥドゥドゥン、これいいよ、いいよ、どうだ、あいいよ、ダメだ、いいよ、どうだ、いいよ、ダメだ、やばい、これはまずいな、あーまずいね、いいよ受けらんないじゃん。ちょっと待って、バラモスしかいないんだけど受けられるのが、ちょっと待って、一番効果力ので、アリーナも、じゃあこういう時に限ってじゃないわ、こういう時は、ちょっと待って、あそこまで入っちゃうか、つらいな。回復しながらだね、回復しながらで烈進撃を耐えてほしいな。1556という HP で耐えてもらう烈進撃ね、ここね。で反射で眠りいければ嬉しい。でバタフライで、バタフライでいいのかこいつは、ドラゴンフライだっけ、フェアリードラゴンで、アリーナ混乱取っていくという感じかな。どれやもこれ、まずは好きに打たそうかって感じかな。どれやも行きたいな。あーでベスキングいいのか、ベスキングも眠り取らなきゃいけないのか、はい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 、はい、じゃあ行きましょうか。こんな感じ、耐えてね、あの耐えてよ、これ耐えてよ、これ耐えないことに始まんないよ、あぶねー、あそこ来るか、あーどうしようかな、また、T 字で行ってもいいんだよな。ちょっと今の段階だとどこ入る、あここ入るのか、またこっからまた生かす、こっからまた生かせば大丈夫ね、大丈夫ね。アリーナ怖いからね、チビチビ生かした方がいいね。はい、こっちでまた、この子はどうするんだっけ、混乱ね、混乱を狙う、これでいいね、はい、混乱を取る、はい、OK で、この子はこっち来て、入らないよね、もう完璧すぎない、最終日、最終日じゃない、終盤に来て、これどうするんだっけ、無効解、無効解、これはこっちダメージ入れておく、でここでこれナイスすぎ、
いいよ。はい、お疲れ。で、ここはドレアも目指す。あ、次落とせなかったらおしまいなんだけど、マターで落とせる、最高。んで、これはどうします？眠りか、眠り取りたいんだよな。食らいたくないんで、こっち側回っておこうかね、こっちで、これはどうします？いやいや、違う、こっち、こっち、ありのほう行っとこうか。こっからか。はい、ベスキンがフリーを打たす。うん、まあこれはしゃあないね。で、これで眠りが取れるんで、眠り取る。はい、次、で、こっちアリーナ行かないとそろそろ混乱が解けてしまうんで、こっち行く。いいぞ。で、魔法が効くんで魔法で落としておく。で、ここは一気激減だが、一気氷、息深く眠らした、深く眠らした さらに3ターンってこと。うわ、いいな、眠りだけ本当優遇だね。眠りは全く動かないし、で、深く眠らせることが更新ができるっていうのは素晴らしい。だ、麻痺とかさ、混乱とかあれなんかも追加で欲しいよね。さらに混乱した、ますます混乱した。うん、更新したいよね。麻痺なんて言ったんだからね、辛いよね。はい、 OK、 2戦目いきましょう。結構面白かった今のは。エスタークな、エスターク、エスターク眠りって感じがするからね、行きたいね。ここ行きましょうか。基本じゃなくて第一候補。あー、こっちか。あー、女性陣混乱が取りやすそうですね。まあね、じゃああそこ行きましょうか。第一候補の子、ここね。エンペラーなんかも眠るんじゃないの。スライム系はなんか眠りそうな感じがするんで、いや楽しいな、楽しい。はい、対戦よろしくお願いします。しかも後ろ下がってるからこれはやりやすい。123123、先手か。どうする？なんか いや後ろ見て、3人みんな眠りめっちゃ眠りなんだけど、これどうしようかな。え、どうする？なんか突っ込みたいね。1番行ってクレリアどうする？いやでもね、これ下がった方がいい。やっぱバラモス起点。え、エスタークすごくね？エスタークすごくない？この範囲マジ逃げらんないんだけど。黒煙食らっちゃうな。いやー、見てこれ、ドレアム以外みんなだよ。これどうしようか。こう、いや、こうでいいか。いや、こうだな。いや、ダメだな。あー、じゃあバタフライはバラモスの前行かせるか。で、黒煙食らって反射すればよし。うん、当たんないもんね。うん、オッケーんで、あ、違う、違うわ。あー、
方しかないか。反射眠らせだね。反射眠らせで行くしかない。あーで、いやーこれね、こっちから攻めた方がいいと思う。アーマライオンの方はなんとかなるんじゃない？受ける。届いてないからね。混乱か。混乱誰取れんの？混乱取れないね、誰もね。だから、あっちに行かすしかないね。1、2、3。1個下がる。バラモスの横に来る。でいいよな。クレリア受けちゃうんだね。受けない位置か。ここにしとく。よし、じゃあ行きましょうか。で1個下がる。1個下がれば OK。 はい、でこれはこっちで、これがここにしとく。ここで食らう必要ないんだよな。食らう必要ないんだよな。でも次に備えて言っておきたいのはあるんですよね。まあいいか、ここでいくか。うん、はい、反射。よーし、よしよし、これが楽しすぎる。いいぞ。でこっちも眠るはずよしよしよし。もう一個出てもよかったか。もういね、完璧すぎるね。スクルトね。バラモスが来る。まあまあまあ、まあいいか。あ、混乱向こうか。圧縮、混乱向こうか。あ、まあまあ、ね、眠ってるからいいね。これ眠ってるから OK。 で次ここで取れればいいんだけど、いやどっちだこれ。いやまた、どっちが火力出るんだこれ、わかんないな。こうなっちゃうしな。あ、しかも、あ、これでいいか。これでいく。 OKOK。 エンペラ落とすのは大きい。でファイヤー、ファイヤーでクレリアでいけるよね多分ね。しかもこれも T 字で狙いたいね、こっちから。素晴らしすぎ。でクレリア頼むぞ、頼むぞ。 OK OK。 眠っている。私の眠りを妨げるのは誰だ。はい、息深く眠らせた。いいよ、もう一生眠ってんじゃんこれ。こっち狙う。かわいそうですが動かせませんよ。 OK。 いや当初目標だったエスタークを眠らせる、これができたのでよかった。リーズレット、エスターク、ベスキング。この辺が眠り弱点だね。あ、眠りくんいるよ。あ、こっちのリーズレットどうなんだろう？眠るかな？でも左二人がちょっと厄介だね。じゃあどうしましょうか。
まあここでいいっちゃいいか。混乱が取れるから、混乱2人取れるからね。うん、それが大きいよね。ドリアム、まあここで行こうかな。あ、違う違う、ベスキング、ベスキング、こうか、ここで行きましょうか。はい、もう火力がピサロしかいないとしても十分、3ターン眠らしてとか動かなければ、状態以上にはめてればね、十分ピサロで落ちてる。で、射程も優秀すぎるんで、あとバラモスがね、少し追っかけしてくれるっていうのもありがたいね。これがね、また逃げらんない感じにしてあるんだね。で、こういう感じか、こういう感じにすればいいか。これは左側当たっちゃうね。で、ベスキングか。最初どうしよう。これで受ける？これで受けるしかないか。あー、次、あれ来んのか、しかも。マゲスが。まあ、これで行くしかないね。これで行って、竜王の方か。8番目。メラ耐性か。あれが来るな。あ、激減。OK。左が激減だから取れてるから OK。でもバラモスが行きたいんだよな。バラモスが混乱取りたいし、フェアリードラゴンか。あ、先行って混乱取っちゃう？こういうのして。ここにしとけば、先に混乱取れるんじゃない？一番下に引いてくるでしょ、多分。混乱取っちゃう。で、混乱、眠りくんか。眠りくんは、動かずか。で、届かないもんね。一個出といてあげる？一個出とけば、で、これでうちのパーティーが耐えれるかだな。1,2,3 は全部食らっちゃうわけじゃん、これ。耐えらんないか。じゃあ置いとこうか。これでいこう。はい。竜を先に混乱取る。回心やめてね。うん。はい。忍び寄るか。それダメだって。言ったじゃん、ダメだよそれはって。いや、まずいな。だってこれメラ耐性どう？しかもいくつ？963。963。どうしよう、こうしておけば少しは違うかな、竜王の攻撃が。よし、それダメだって。井戸富士、ちょっと待って、井戸富士見ようか。あー、寂しい、何にも動けない。井戸富士、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 どこ。あー、等倍でしょ、食らっちゃうかなそれ。あー、なんか入らないしな。よし、一矢報いたぞ。落としておく。あー、これでいいかな。どうかな、竜王何するかな。あー、よかった、耐えた、耐えたよ。どうしよう。眠りくん狙っていく。こっちの方から行こうか。ヒートフレーム、バラモスは混乱狙いでいけばいいから、まあこっち行こうか。おお、
これは下がりながら、どうするかな、こっちからこう行くか、こっからこう行くか、いや、ちょっと待って待って、あ、うまくね当てたいんですよ。どこ行けば一番入ってくれるかなんだよね。まあこっからだね、多分。混乱取っておく。はい、よっ、はい、次次、ここ、あー、ここで取っちゃったね。あー、バタフライな、しゃーないな。うん、ただしゃーないんです。あれ、ちょっと、寝てないね、寝てないよ、それダメだって。え、ちょっと待って、落とせるか、クレリアで落とせる。え、ちょっと待って、こっちから、え、撃てない、え、撃てない、あれ、ちょっと待って、クレリアで落とせるか、これ。うわ、ちょっと待って、待て、まずいぞこれ。いや、まずいって、まずいって。マヒャドが入らない。ダークマター。いや、いや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 。HP いくつ ?1480 なんて、バケモンじゃん。うわ、なん、眠りなんで取れなかった今。そんなことある？これはどうしよう。アリーナの方行っちゃう？デスキング行く。あ、あ、寝て、寝てる。あ、寝てた、寝てた。勘違い。どうしようか。じゃあこれ、1、2、3、4。いや、ダメなんだよな。まあでも量行くか。うわ、つえ。マヒャド落とせないね。あ、こっから撃てんのか。で、これは回復。はい、誰狙う？よし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 、 OK。 で、これ誰？バラモスがあっち向かうから、この辺に切っておく。1、2、3、ここでいいか。ここで、ここで、こっち。寝ちゃって、寝ちゃって。よーし。よし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 。で、こっちで混乱取っておく。はい。はい。いや、バタフライの移動制限はしゃあないね。あれがなければ、うまく、竜もね、混乱取れてたんで、落ちずにいけたはず。まあ、それはしゃあないよね。これは、どっち狙う？もうみんな入っちゃってるから。じゃあこっち、ありない？行こうか。ね。はい。で、これはマヒアドで落とせる。息で落とせる。はい、OK です。竜はあそこでローリングを使った時点で負けが決まりましたね。でも竜の炎で落とせない相手がいなかったのかもしれないね。はい、3戦終わりました。6日目終わりまして18勝0敗です。
本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。